久保さん、このホテルね、久保さん、ネット回線倍速っすね。早いっす。いつも僕はホテル泊まるとネット回線のスピードを調べるんですけど、ここね、140ぐらい、140なんとか出てましたね。クソ早いっす。どうも。ちょっとね、動画ね、ちょっといっぱいアップしてくるっす。これめっちゃ早いっすよ、ここ。ここめちゃくちゃ早いな。いいっすね。明日よろしくお願いします。はい。ちょっと車を、午前中、車をピカピカにしていきますんで。で、あとは、そうですね。まあ、時間ないと思うんで、車の中で、明日晴れるかな？車をドライブし、ちょっと30分ぐらいドライブしながら、あだこうだ、話せればいいんじゃないかなと。多分お時間そんなないと思うんでね。はい、まあ、せっかく、なんで、オープン気持ちいいですよ。ちょっとね、今シリーズで撮ってるんですよ。シリーズで撮ってて、車中、車の中でこう対談するっていうのをちょっと撮ってるんですけど。まあ本当すごい時代になりましたよね。本当にありがたいですよ。あ、そう、昔これですよね。このなんだ、ランケーブルですよね。そう。ランケーブル挿して、ちょっと映ってないですけど、まあ、こう挿してね。ダイヤルアップとかね。今はもう Wi-Fi でね。もう Wi-Fi がないホテルってないですよね、多分、もはや。まあ、ホテルによっては Wi-Fi スピードがすげえ遅いとこもあるんですけど、いや、ここはいい。しかもね、ここのホテルね、久保さん、風呂が、まあ、大浴場あるんですけど、スパみたいな、サウナもあるし、で、ほぼ24時間稼働ですね、ここ。いいっすね、ここ。9時から9時半が清掃で入るみたいなんですけど、そう、スカイスパっていうのがね、スカイスパっていうのがあって、ちょっと楽しみなんですけど、じゃ今からちょっとスカイスパ行ってサウナ入ってこようかなと思うんですけど、サウナと露天風呂っすか。そう。 いいっすね。しかも安いし 安い割には、多分ね、これね、リニューアルしたね、多分ね、外資系が多分買収したんでしょうね、このホテルね。その昔のすなんかすちょいちょい昔のホテルの買収する前の、多分これ壁紙も全部ちょっと張り替えて、ちょっとおしゃれにして、ただスイッチのところがね、昔の古い感じで、要所要所ちょっと買収したんだなみたいな 多分外資が買収したんじゃないかなと思いますね、ここ。要所要所ね、古い置物がありますね 昔から使ってるやつ いやー、今日も生きてますね、久保さん。今日も生きてますよ。今回ちょっとハギとかにしときましょうか。今日ね、朝ライブやってたんですよね。そしたら、一般の人が来て、ハゲって言われて、すいません、ハゲてます、みたいな。結構ディスられたんですけど、朝ライブいいっすね。今日も朝ライブやろうかな、明日も。でもね、朝5時ぐらいにライブしたと思うんですけど、その人が一番の一般ユーザーの人ですね。ちょっとディスられたんですけど。でも最終的に久保哲郎の秘伝の肯定するっていうのをね、やりまくってたら、勉強しますみたいな。最後の方はね、ディスがなかったですね。朝5時にアンチコメントってなかなかファンキーですよね すいません、朝からみたいな。朝5時に人を叩くって、
なかなかですよね。なかなか寂しい人なんだなっていう。いや、僕も暇だし、寂しくてライブやったんですけど。朝5時ですよ。なかなかだなっていうのは、すごいなんか、だから朝5時ライブっていいなっていうのは、ちょっと、その定時じゃないですけど、たまにやろうかなと思う。僕も朝早くなったんでね。ちょっと朝5時ライブちょっといいかもしれないですね。朝5時からディスってくる人がいた場合は、なんかその、なんか、同情しますね。お互いに同情し合うっていう。 そう。というところで、明日っすね。ピカピカにして洗車していきますんで、よろしくお願いします。では。